皆さんこんにちは、ひとみです。今日はゼラチンとオレンジジュースを1パック使って、このパックごとゼリーを作ってみたいと思います。まずオレンジジュースをお鍋に入れます。オレンジジュースを半分ぐらい、はい、入れてください。半分ぐらい入れます。ちょっとかな、もうちょっと入れたらゼラチンを入れます。今日は 20g 用意しました。ちょっと固まらないといけない、固まらないと怖いもんね、はい、ちょっと多めかもしれないけど、まずゼラチンを入れて、かき混ぜます。ここから火をつけます。中火ですね。中火で、これが沸騰する直前まで、難しいね。そうですね。する直前で難しいよね。これをよく溶けてないと固まらないよね、はい、ただここであんまりこう泡が立たない方がいいらしいですよね。泡立てないで、はい、もう最後泡になってしまうらしいので、泡を潰しとこう。作り方がいろいろありすぎて、ちょっと何が正解なのかわからない。なんか一番簡単な方法をちょっとやってみます。これジュースはこのタイプだったら何でもできると思うんですね。パックに入ってる。100% オレンジ果汁で。あ、でも普通にアイスコーヒーとか、でも牛乳とかでもできるらしいので。牛乳で？牛乳も寒天で固めれば。あ、そう。でまた戻せば牛乳寒天になりそうですね。牛乳パックから果たして出るのかなと思うけど。そうですね。あ、でも牛乳パックは切って出せばいいか。ああ、フリーパックリラーですね、うん、もし出ないときはなんかぐるんって出たら綺麗なんですけど、途中で出たらちょっと大変なことになるので、できればぐるんと全部出てほしいですけど、なんか沸騰しそうな気がするけど、直線ってなかなか分かんないですよね。水より時間かかるよね、沸騰するのに。あ、そっか、そうですよ ね。水の方がまだ早いですね。いい感じでしょうか。ちょっと泡が出てきた感じですね、うん、匂いがなんか煮えてきてるような匂いがする。もしよければそれを一旦火を止めていただいて、もう大丈夫かな。うん、結構煙じゃない、湯気、沸騰する感は全然ないけど、湯気はすごい出てるんですよね。出てる。あ、横から見ると結構出てるよね。一回止めようかな、これで。はい、これで止めて、そのまま残りのジュースを入れて混ぜてしまいます。これでよく混ざってないと固まらないってこともあるよね。そうですね、まだらになっちゃうと固まらなくなるので、なので本来は今溶かしたゼラチンが入ったジュースの方をその紙パックに戻してよく振って終わらせるっていうのがあります。紙パックで？そうで、中で。でもそうするとどうしても泡立っちゃうので、で出来上がりが泡立つよね、うん、でいっぱいいっぱいだから混ざらん可能性もある。そうなので一回外に出した方が確実かなと思って。
スが混ざったようなので、これをまたカップの中に入れます。でカップを広げて、これちょっと難しい難易度が、できるできるするぞ、難易度がでも熱くないはずよね。もう牛乳、あ、もう一回足したから。おー。こういう感じに入ってきます。いい感じ。いっぱいだったのが少し少ないっていうことは、それだけやっぱり蒸発してるってことかな。そうですね、吸い込んだんでしょうね。うん、はい、じゃあこれを上を出して、クリップで止めます。はい、これでちょっと時間かかって 4,5 時間 4,5 時間、はい、冷蔵庫でちょっとあったかいぐらい、まだでもそんなに熱くないから、もう冷蔵庫にも入れれる感じです。はい、じゃあ冷やして出来上がりを楽しみに。昨日作っておいたオレンジジュースのゼリーが固まってるみたいです。今から出してみたいと思います。クリップを外して、中がどうな、あ、固まってる。綺麗なオレンジ色に固まってます。さあ、これを綺麗にどうやって出すかが問題ですね。出るかな？出るといいですけどね。出るといいけどね。はい、あ、なんかね、しっかりくっついてる感じよ、中に。もともと牛乳パックなので、こう、うん、あ、つるつるしてるから。そういうのもあるかなと思うんですけど。しっかりなんかくっついてる感じがする。まあ出ますかね。ちょっと一応竹串で周りをちょっと なぞってというか一周して、怖い。出るかな。一回振った方がいい。振ったらいかんよね。ちょっとどうなんだろう。え、全然動かん感じよ。全然動かん感じ。もう一応よくグッてこうしてもダメです。全然動かん全然動かん、ビクともせん感じ。どうしよう、一回やってみて。そうです、一回ちょっとお皿の方にちょっと勢いよく全然、だってこう振って出ないのに出るわけないじゃん。ここでこう揉む。え、どうする。ちょっと振るみたいな。で立てるとあれ。え、よ、ど、どう？一回立てで振ってみて、すぐ横にできますか。立てで振ってみて。いや全然ビクトも専門。出てこないですね。うん、いや違う違う、少し移動しとる。あ、移動した移動した。あ、移動した。あんまり立てない方がいいですよね。折れちゃうかもしれないので。折れる。難しい。意外と難しいけど、ほら少しずつ進んではいるけど、頑張れ。あ、出てきたんじゃないですか。まだ。出てきた。そこから横にして。いけないですかね。横にした。いい感じじゃないですか。このまま横に行ければ。あ、わかった。こう。あ、そうですね、お手手で支えての、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。あれ、ちっちゃい。違う、折れてるもん。折れてるもん。やっぱりあれでしたね、長さがうまく出てこない。途中までね、下が全然ビクトムが出てない。ビクトムしてない。くっついてる感じよ、下が。あれ？今でもポロッとした。あ、出てきた。あ、出てきた。ということはこうなるわけよね。そうですね、そうなります。こうじゃない、なんかずれてますね、逆かも。ずれてる。こうかな。くるくるの。あ、もう一回行くといいかも。あ、こうか。こうだ。はい、こんな感じですね。あ、まあ、ほぼ成功かな。はい、あ、ちょっとインスタ用の写真撮ろうっと。はい、ということで写真も撮れたので今から切り分けたいと思います。さあ、切り分けるのがどうかな。ケーキ入刀です
結構ね、もっちりしてる感じ。ちょっとあのゼラチン多めにしてるので、ゼラチン多めにしたから結構プリンプリンしてる、はい、もしあれだったらもう少し減らしてもいいのかもしれない。ただちょっと崩れやすくなるのかなというのも、崩れやすいプリンプリン、ブランブランしてる。おすごい迫力がありますね。迫力がある。なんかこの上にフルーツ乗せたり生クリーム乗せたりしたらいいかもしれない。実際オレンジとか乗せても可愛いかも。飾り切りして、オレンジね、あの缶詰とかでもいいかもしれない。缶詰でもいいですね。缶詰のオレンジでもいいかもしれない。さらに可愛いく、すごいブルンブルンしてる。なんかもちもちな感じですね。もちもち、どんな味なんだろう、ね、いただきます。いただきます。あ、結構弾力だ。すごい固め、うん、固い、うん、うん、味でも味はオレンジジュースかな、うん、味はオレンジジュース。そうですね、やっぱ 20g、 ゼラチンは 20g、 ゼラチンがちょっと多かったかもしれない、うん、うん、なんかゼラチンというより寒天みたいな。本当ですね、寒天みたいな、もっちりしてる。オレンジの寒天食べてるみたい。今回は 20g だったので 15g でもいいかもしれない、うん、ちょっと減らしても、でも減らしたら今度出ないかもしれない、うん、難しいところですね、うん、このもっちり感だからパックから簡単に出たかもしれない、うん、バターがね、入れ物必要ないから子供のおやつにはいいかも。夏休みとかいっぱい作っといて、うん、あの細かくこうサイコロ切りにして出してもいいかもしれない。それにまたジュースを入れてもいい、うん、ジュース入れてもいいし、いろんな作り方が、うん、ゼリードリンクとか楽しめそうです。あ、そうそう、なんかあのタピオカの中にこんなんが入ってるやん、なんかゼリーみたいなのが、うん、あんなのでアムネに使ってもいいかもしれない。それだとこのぐらいの硬さでもちょうどいい。あ、このくらいの硬さの方がいい。小さく言ったらヨーグルトとこう混ぜたりしても、あ、ヨーグルトと混ぜてもいい、うん、美味しい。すごい弾力があるよ、もうブルンブルンしてるから、うん、壊れないっていうかポロポロっといかない感じ、すごい弾力がある、うん、食べやすい。ちょっとオレンジジュースの味ですいかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。